ダースレーダー DJ オショーのはぁ、イエイエイ、片目のダースのおじきだぜ。ご機嫌だね。イエイエイ、もっとご機嫌だぜ。わっきょもガキレンジャー DJ オショーです。はい、ワック野郎が来たぞ。どうしたんですか、ご機嫌で。いやいや、あのやっぱさ、うん、ラッパーですから。ラッパーですよ。ワックなやつが来ると、うん、そいつをこうディスりたくて、うん、ワクワク度がすごい上がるんですよ。何かフリースタイル魂というか、もうなんつうの、バトルモード、ダンジョン、今すぐ俺をダンジョンに連れてけみたいな。 お前今ダンジョンからかなり遠い場所でやってると思うんだけど。もうダンジョン探してもどこにあるか分かんない。かなりマニアックなバンド編成でやってるんでしょ。もうね、ダンジョン探してもどこにあるか分かんないですから。どこに、やどこに、あのダンジョンの入り口どこだっけって、あのドラクエのさ。いや、ダンジョンってそういうんじゃねえから。タイマー使っていかなきゃみたいな。まあ、ちげえんですよ。なになに、いや、ワック野郎性罰、うん、ラッパガリア的なね、うん、偽物性罰、偽物性罰、うん、っていう曲ありましたけどね、出ましたよ。なんか、うん、普段から、はいはい、和服を着て、うん、一時期は、うん、サラシ、サラシ、サラシなんて名前を名乗って呼んで、え、いや横にいるから俺も笑っちゃうんだけど。俺のことディスってんのかお前。だってなんで受けて立つよお前。俺のターンでお前、お前のターン待ってやっていただけるよ。なんでお前 T シャツなんだよ。T シャツ、普段365日和服で過ごす DJ オショーが、DJ オショーがなんでお前さらっと T シャツで現れてんねん。お前、おめえいちいち突っ込んでんじゃねえよ。俺もビビりながら来たんだよ。ダッセーんだよおめえよ。今年の夏から俺はもう洋服、おめえ30度超えたぐらいでさ、ダッセーんだよお前。洋服解禁さらっと行こうと思ってたんだよ今年から。お前ガキレンジャーのみんなにも突っ込まれたよこの前。いやー俺びっくりした。あの一回だから、うん、ちょっと一回出てもらおうかなと思う、スタジオから。なん、なに、なんかちょっとあのドレスコードに引っかかってっていうか、何、俺が何、ノルマンが、俺がノルマンだったらね、うん、ちょっと待って、そこはちょっと待って、ちょっと、はいはい、お前なんか普段と違うなっつって。いいだろう、うん、お前だってお前年がら年中、うん、お前なんかそのアベマ TV でさ、うん、ニュースラップジャパンやってる時はスーツとかさ、うん、ジャケット着たりして出てたわけでしょ。はいはいはい、あれだって普段お前、だって僕別に言ってないですもん。スーツ姿のラッパーとか言ってないですから。おめえ待て待て、俺だって人類にさ生きる権利があるわけですよ。生きる権利、生きる権利を持ってる DJ ですよ。いやいや、 おめえよ。だからこの地球上に生きるということは T シャツを着たってもいいでしょそりゃ。いやいや、あのね、うん、お嬢さん、今日ガキレンジャーのこのね、 T シャツ今着てるんですけど、それもタイミングがおかしいんだよ。もし T シャツ解禁するんだったらガキ園祭とかの時にその T シャツを解禁してれば意味が分かんだけど、まあ、なんで終わってから1ヶ月とか経ってからバカバカガキレンジャー T シャツって現れてるんだ。あの時は、うん、みんなね、実は俺ガキ園祭の日に、ほんとズバリそのものですよ、その日に T シャツを解禁したんですよ、うんうん、ただあの日は、あ、この日は物販があるからお塩さん T シャツ着てるんだなっつって、みんなねこうなんか上上もやもやのな感じで流されてたの。え、だからね、まあ言い訳はいいよ。言い訳じゃ、言い訳じゃなくて、あの別に言い訳もしないよ。 いいじゃねえかよ別に T シャツ着たって。お塩くんがね、うん、何をやったかっていうとね、はい、これはね、うん、江戸時代とかね、うん、市民、町民のね、うん、熊さん、初さんがね、うん、こう暑さをしのいでね、うん、その時の和服を着ながら、はい、うん、うちわを使ったり風鈴とか、うん、そういうので暑さをしのいでいたこの蓄積、はいはい、うん、何百年にわたるね、うん、日本人がずっと歩んできた道、うん、これが敗北したと、うん、もう無理だと。30度超えた程度で、30度超えた程度で、それで言うなら俺は和服という文化がそこでね途切れてたわけですよ、ずいぶん前に、はいはい、それを僕は一時こう呼び戻してきたわけですから。でも結局負けたわけだ。負けたんじゃないよ。違うっつの。T シャツを、これ暑いから T シャツを着てるわけじゃないんですよ。ああそうなの？おしゃれとして T シャツを着てるわけですよ。あ、おしゃれなのこれ。そうだよ、俺が君たちはね年がら年中 T シャツ着てさ、感覚が麻痺してるバカなんですよ、うん、俺ぐらい T シャツ着慣れてないと今日は洋服おしゃれをしようと思って T シャツを着てる。わかんないかな俺のこのファッション心、なんかファッションデビュー心、今繊細なんだからいちいち突っ込んでくんなよお前。いやいや、ちょっとあの繊細な、うん、ね、いやただのね
ちょっとしたイメージ変わったねぐらいだったらいいんですよ。はいはい。あなたの場合、うん、ある種そのもうプロフィールというか、はい、アーシャとかね、うん、なんならね、はい、正月音楽をサンプリングしちゃったりね、春の海とかも作りましたよ、うん、はい、うん、スクラッチするときにね、うん、寿司食ったりね、うん、寿司食いねとかねやったりね、やりますよ、うん、これ全部紐づいてるわけじゃないですか、その和服の人がやっているから。違うんだよお前、まあ、だってあなたはね気づいてないけど、このラジオも、このラジオも、うん、和服の人が喋ってるから面白いんだって、ただの T シャツの人が喋ってたら面白くもなんともねえんだ。お前、俺ってそういう感じでこの場1年以上やってたの？俺は和服の人と喋ってるぞ。待って待って、俺和服トークとか一回もこの1年間やってねえからね。いやー、今日は本当にサムエンの袖からね、唐草模様が本当に今日は美しい空ですとか、なんもねえから。いやいや、前回までそれだったじゃん。前回まで、ちょっと確認してみた、前回までは、前回までは、あんま気づいてない人もいるからね、言っとくけど、前回までは、和服感しかなかったから、ねえよ、何にも出してもう、明らかに羊羹食ってる感じだと。いや、これだからね、君もカレー好きだけど、カレーばっかさ、だから飽きるでしょ。いや、だから僕は好きとかのレベルで、カレー好きって言っちゃってるわけだから、僕は好きっていうレベルですけど、だから、好きっていうのをクリアするのに必要な回数は食べてますよ、うん、でもあなたの場合、はい、和服が好きとかじゃないでしょ。まあ僕の人生だとばかり、うん、だっていや僕ね、このラジオでも前で、ね、紹介した記憶があるんですけど、はい、僕だからその和服になった瞬間を僕一緒にいましたから、はいはいはい、おしょうくんの部屋に、僕は和服、今日からもう今日から和服になったっていう、一日こう徐々に和服を着るんじゃなくて、もうある日を境に和服になるっつってね、もう10年生まれ変わって、でその時のおしょうくんのね、うん、決意も僕だからその場で聞きましたから、うんうんうん、だからもう俺これで行くいいだろ、まあ、10年やったんだから許してくれよお前。いやもう鮮明に覚えてるから。俺だってお前コムデギャルソンとか来てよ。どっちにしろ着れねえよ。いやだから、いや僕今ね鮮明に記憶がね、僕だってその時すごく仰天したからね、うん、何がその和服になってる、うん、和服になってる和尚くんが、うん、俺もこれから、うん、これで行くことに決めたから、そうだよ決めたよ、もう、うん、その日からもう持ってるジーンズとかスニーカーとかさ全部後輩とかにあげたりしてた、いやあげたって言ったけど違うんだよ、うん、窓から捨てたんだよこれ。窓から全部洋服とかどうしたのって言ったらもう全部捨てたからっつって、もういらねえんだよって言って、どっから捨てたのっつったら、いやそこの窓からっつって、決死の覚悟でしたよ、ま、窓から捨てんじゃねえって、窓開けてみたらさ、隣の塀とさ和尚の家の間に全部服が落ちてて。最悪だ、これ自分の意思表明だからね。これもうやっぱあれを僕だから、うん、いやだからまあ100歩譲ってね、はい、変えたいってのはいいけど、うん、あの日、うん、そのね、例えば結婚式みたいなもんですよ、あれだから神父の前で誓ったわけですよ。あ、そうだね、和服道将が、うん、何時のことを永遠に神父さんの前で俺が着物と下駄を持ってこいつと恐怖から結ばれますみたいな、どういう儀式だよ。そんな儀式やってねえぞ俺は。俺それ出席してたから誰も呼んでねえっていうかやってねえよそんな儀式。何なんだよおめえの中で忘れたのかよ、忘れてんだろ、忘れたのかあの式の。俺和服と結婚したわけじゃねえんだよ。俺だってさ青いユーサーみたいないい女と結婚してんだよ。俺はあの時泣いたからだって神父さんの前で俺呼んでねえんだから、まずやってねえんだよ。和服と下駄を永遠に愛すことを誓いますかーって、なんか片言の日本語で。俺ね、教会でしかもやってるから、そこはお前、そこは和服なんだからさ。いやだからもう、神殿っていうか何、もうメガネかけた白髪のじじいがさ、うん、あなたと和服は永遠の愛をここに誓うことを。やったとしたら、それ俺が和服と結婚式をするんだったら、教会ではねえだろ、絶対に。で、聖書の上に手を置いて絶対に教会で黒人さんとかない白人の神父で、一緒にもうで、和尚くんはねやってねえんだよ、ね、俺まっすぐな目をして言いましたよ。和服とは寝たよ、むちゃくちゃ寝まくったよ。そうだから、お前あんだけ和服と寝といて、うん、ポイ捨てかお前はっていう話じゃない。だからでもね、あの時だってね、和尚くんはまっすぐな目を見てね、うん、俺はレイダー、俺は一生これで行くんだっていう言ったかな俺そんな本当表明俺してないと思うんだけどな。もう普段よりも眉毛がちょっと太くなったからね。その時興奮して鼻息荒くなって、そうそう眉毛がちょっと太くなってて、まあ、今日も T シャツ着てますけど、うん、下はねやっぱこうバランスを考えてる、ちょっと下駄を履いて、うん、だからもう昔の中村雅俊スタイルですよ、まあ、ジーンズに下駄的な感じで、ちょっとずつミックスして、うん、新しいファッションをこれから生み出していくわけですよ僕は。
あ、そうなの？なんなんだお前それ。急になんか歯切れ悪くなりやがって。いやだって興味ねえし。お前から言ってきたんだろ。いやでもさ、なんだろう、さっきお前の神さんにまで言われたわ。え、何その格好みたいなさ。そう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 。だから本当説明責任ってありますよ。だから別にいいだろそんなの。印刷ぐらいは来ますよ僕だって。いやあの式ね、俺祝儀も出したんじゃないから。祝儀って何なんだよ。やってねえから。俺もちゃんと結婚したいわもう。あの時な、祝いで出した俺さらしとかどうなってんだろう。さらし。そんなんじゃねえよ。ちゃんと結婚してる人もいますから今。いやいやいや、世の中タイムリー的にはさ。お嬢くんね、うん、その話をね、はい、やっぱこれ乗っかろうと思ってね、うん、やっぱやるじゃないですか、みんなみんなの山ちゃん感とか、うん、みんなの青い勇感、うんうん、いやまあ確かに宮崎葵と間違えてただのなんだのっていうさ、うん、あのどうでもいい話をさ、青い空と間違えてたっていう話もあるよね、とかね、AV 女優感っていう、うん、なんかもう本当に、うん、でももう手尽くした。もうだから、ね、うん、僕すべて見ました、その、うん、あの今回の結婚に関する全世界のあらゆる発言を見たんで、うん、お前何なの、お前んちなんすげえバットマンのあの何スーパーコンピューターみたいな感じで、そうそうそう、全世界のアルフレッドがねこうスマホからなんかウェイン様ウェイン様って言ってこうビューって言って全部それを調べてんの何回か。山ちゃんの情報ってお前金の使い方間違ってんだろ。ブルースウェインがあのバットベースで地下にこうやって座りながら、うん、ずっと山ちゃんと山ちゃんの情報を世界中の山ちゃんのこう情報をピーって見ながら、うん、山ちゃんはでももうなんか本当に幸せな感じを受けたな、あの記者会見とか。もう 100% お祝いモードなやつじゃん、うん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 、あの和尚の和服と一緒で。だから俺はお前の捏造やめてくれ。俺の何結婚式はもうやめてくれよその話。和服結婚式、和服結婚式、俺本当あの時の涙を思い出してきちゃった。もうだってその後さ、寂しすぎんだろ。その後生き物俺しかいないんだろその結婚式って。いや新婦と俺がいたから。いやでもあのあと窓から光が差して二人を包んでた。俺は葵さんみたいな人って結婚式あげないよ、ね、だからもう重厚になるから。おしょ今浮気してるでしょ T シャツと。俺何服と結婚してるって意味が分かんねえんだけど。そんなこと山ちゃんですよ。どうね、あのね、小町がさ、うん、ツイートしててさ、うんうんうん、もう10年前ですが、はい、南海キャンディーズさんとお仕事させていただいた時、うん、本物の山里さんからまさかのセクシーなオーラと大人の色気を感じてしまい、うん、友達に山ちゃんかっこよかったと言ったら、うん、はっと返されたのを思い出しましたっていうねツイートをしてましたね。結構前だな。もう10年前に来ました。だもうブルースウェイン的にも、うん、タイムライン10年前も来たみたいな。お前そのコンピューター10年前の情報はさすがにカットしとけよお前。10年付き合いなかった。アルフレッド10年前のツイートとか出すなみたいな。いやまあこういうおめでたいことがあるとさ、その安室ちゃんが引退発表した時とかもさ、やっぱみんな一言ね、うん、自分のどれだけこう安室ちゃんに近い、うん、山ちゃんに近いっていうね。おしょうくんもじゃあ T シャツ着てね、うんうん、ゆめちゃんでしょ。だから、はい、乗っかるキャラになろうよ。こういうのはさ、自分にとっての山ちゃんのさ、うん、思い出話を今やってみない。山ちゃん、うん、ほんとね、最初にテレビで見たのがぐらいになっちゃう。やっぱりやばいね、面白いね。M1 だっけな、 M1 って大会かな。、うん、あれをこう家で見てた時、あの時の山ちゃんかっこよかった。本当に勇気をもらって、うん、まあそれ以来全然見てなくて、昨日久々にあの結婚会見。いやそれだって15年ぶりぐらいの山ちゃんでしょ。だからいやでもさ、うん、あの結婚記者会見、うん、あの映像とかもちらって見たけどさ、うん、もうなんていうかさ、すごくこう初々しい。俺のもう見た瞬間、どっちもさ、お笑い界のさ、うん、超絶プロとさ、うん、あの役者界の超絶大女優さんだけどさ、うんうん、もうなんか高2のカップルを見てるようなさ、こう初々しい気持ちでなんか本当に応援したくなるというかさ、うん、もうなんか2人全然セックスとかを想像できない、こう清らかな夫婦だなと思ったね。なんでセックス想像しねえんだよ。いやお前できるかあれ。あの二人見たあの記者会見で全然パコパコやってると思う。全く想像できなかったね俺は。でももうやってますよ二人は。いや俺やってないと思う。マジで2ヶ月間やってない。やってない、ほんとやってないと思う。プラトニック、うん、いやもう多少ね、うん、それの一歩手前ぐらいまでで、あ、うん、結婚するまではみたいな、うんうんうん、なんか本当にこう、いややってっか。
いやそこは貫けよ。いやでもお前がくじけて、ほんと本番までやってない。あ、本番までやってない、やってないと。ペッティングまで。何の話をしてんの。何なの。だからあのだって蒼井優さんはさ、もう女優さんですからさ、もうすごいじゃないですか。もういろん雰囲気とかさ、ちょっと待ってよ。じゃああれあれも演技だっていうのか、まあ、あの記者会見でのあのこうはにかんで下唇ギュッてやって、もう涙出ちゃうみたいな、泣いちゃうみたいな、あの可愛い顔も演技なのか。まあ脚本通りです。ふざけんなよ。脚、いや待てよ。でも そこ俺考えてなかった、女優さんだもんな。女優さんですよ、女優さんですよ、これ。なんか俺も素人の、超絶可愛い素人の女の子って目線で見てたわ。目線見てたでしょ、プロですよ。プロだよな。だそう思わせるプロですよ。だから、あの超可愛いはにかんだ素人を演じさせたら、この世に2人といないぐらいのプロですよ。そうでした。出すよ。じゃあむちゃくちゃセックスしてるあの2人。いやまあだから、まあ、それも演技かもしれないけどね。あもうセックスも演技かもしれない。いやもう なんでこんなに俺たち あの2人に振り回されてんだもん。なんかさ、でも俺、そのさ2人の、なんかこう記者会見でのちょっとで見出しになるような、発言っていうのをちょっとネットで出てたのちょっと読んでいい？おこれ、まあ、山里さんのセリフね、セリフっていうか、一生でこんなに会う素敵な人は出てこないと思った。おショートや和服みたいな。俺は和服婚してねえから。で蒼井優さんが、一緒にいてしんどいくらい笑わせてくれると語った。いやもうねこんなね、これさ、なんていうの、この芸人さんっていう、超絶こう人を笑わせるために全力でもういろんな仕事集中してさ、そこ一点のみにやってるかっこいい仕事をそのままダイレクトに人柄を反映させるってさ、むちゃくちゃかっこよくねえか、これこの状況って。だからね、私はこの和服を一生着ていきますって言ったら、和服がもうこんなに私の魅力を引き出してくれる。こんなに和服だ。和服、俺のあ結婚した和服ってのは女なの一応。いやそれはそうでしょ。あとこの話ってさ、違うこれ同性婚でもいいよ。あの別にあの性別はだって超えた存在ですから、和服は。確かに性別じゃねえよ。服なんだから。いやでも向きによって性別変わるからね。着物の左前と右前で、ね、そうなるとまたこうあの死んだ人に着せるものにもなっちゃうからね。まあだから生死を超えたしね。まあ、何すげえ高みで、俺高みの生活してるから。和尚は死にじゃないとこで、和尚だから何が俺が残念かっつったら、和尚はそのレベルまで行ってたのに、今 T シャツを着ることによって降りてきたわけですよ。一般人のレベルに。でも僕らと同じ次元に降りてきちゃったんです。俺普通の人だから。もうすごい希望の存在だったのにさ。まあでもね、お笑い芸人としてはね、それでね、そこを喜んでもらえるんだったらもうね。なんかこうよくさ、芸人さんが例えばミュージシャンはライブとかでさ、何回や同じ曲やってもさ、ファンは喜んでくれて、そうじゃん。もう俺たちはなんなら CD に忠実にやればやるほど喜んでもらえたりとかさ、ねえ。まあ僕はそんなことないですけど、同じ曲を、3年5年とかやれんじゃん、でもやっぱ芸人さんとかよく言うのが、その同じネタっていうのはやっぱこう、テレビとかでやってもまたやってるとか言われる。そうね、でよくそういう話をしててさ、でもまあなんか、こうやっぱ芸人さんが本当に笑わせることで人を好きにさせる、しかもこう、結婚までそこにたどり着けるって、なんか、お目に見えてかっけえパワーが動いてると思って、なんか、逆に芸人さんいいなと思う、かっけえなと思っちゃったな、なんかこの発言で俺は。まあまあまあね、まあだから大将君はのっかりくんですから今。なんで俺乗っかってねえわ。何を俺大和さんとお仕事をさせていただきましたとか、まずしてねえしさ。してねえからだけど、そんな発表でもこれ今後しようと思ってるでしょ。今後しようと思ってるタイミングで大和さんが結婚されて、遠すぎんだろお前。今後、今後お仕事でご一緒できたらなと思って、なんか近しい発言のツイッターとかさ、あれでさ、まあよくその昨日今日でよく見たのが、やっぱ山里さんならが結婚できんなら俺だってできんじゃんっていう勇気をもらいました系のやつね。っていうの、まあこれはね、
俺はいいと思うんだよこれって、うん、なぜなら山里さんはそういう風な見せ方の芸風で生きてきたから、そうそうそう、俺はモテねえんだぜっていう、それは、うん、まあ芸風って言っちゃうのもなんだけど、うん、まあそういう技でやってきたじゃん、うん、で俺がねこ れ,、ま、これ腹立つっていうのは、うん、あの俺が山里が結婚できんなら俺もできるって言ってるやつに向けて、うん、いやいや待てよ、山里は年収5000万、うん、貯金が5億、うん、身長が180センチ近くある、このスペック、このスペック忘れてんじゃねえぞっていうこの謎のマウント取ってくる、うん、おめえが一番その山里さんよりなら結婚できるとかほざいてるやつよりも、うん、そこのマウント取ってるお前の方が下だからなって俺は言いたいね、うん、本当に、うん、T シャツのおっさんが叫んでる、うるせえんだよ俺の話題にも変換させてくんなよ、熱弁振るってんだから今いやでもね、なんていうの、そのマウンティングさあ年収とか稼いでんじゃんっていうのもあるけどさ、うん、逆にねその山里さんの、うんうん、そのブサイクだからモテないのに、うん、すごい女優と結婚できてよかったみたいな言い方ムカつくみたいな人もいて、要はその山ちゃんを下げてるみたいなね、うんうん、なんで芸人の方が下なんだとかって言うけど、うんうんうん、今おしょが言ったのがポイントで、うん、これバイキングの団体もそうなんだけど、はいはい、山ちゃん自分のキャラとし、うんうん、キャラっていうかね、実際のだからさパーソナルなところなんてみんな知り合いじゃねえやつは知らねえじゃん、うんうんうん、でも少なくともそのメディアに出る時のキャラとしてモテないブサイクでいじけてる、うん、その卑屈なやつっていう、ザ・ねじ曲がり師匠というねっていうスタンスで来てんだから、うん、そこを、うんね、みんなそのなのに蒼井優と結婚しておめでとうっていうのは全然山ちゃんのプレゼン通りの話なわけだから、まあね、だからそこは乗っかってあげた方が、そうそう、乗っかってあげるっていうとあれなんだけど山ちゃんがかなりこうデリケートな問題だからな、うん、本当にこれはでも山ちゃんが、うん、だからって、うん、そのだから山ちゃんでもできんだな俺にもっていうのは、うん、その山ちゃんがずっと発信してきたキャラのおかげでみんなそう思ってるわけじゃん、うんうんうん、だそれも山ちゃん のスキルでしょ、うん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 、みんながそう思うってことは、ね、山ちゃんちゃんと、うん、もうやっぱすごい芸人なんだなって話だと思うよ、今んとこ、こう山ちゃんなんかすごくもう愛されキャラにこの2日ぐらいでなってるじゃん、うん、そのただね、このねこの2日3日の間に、うん、唯一、うん、真っ向勝負してる人物を一人発見したんですよ、真っ向勝負、もうストレート、ドストレートをね、うん、山ちゃんに投げかけてたのが、うん、剣道小林さん、おもうね山里は、うん、はっきり言います、詐欺師ですって言ってました。警察関係の皆さん、これ裁判になったらこの2ヶ月間で本の売り上げとか、うん、ほんとこれも詐欺罪に当たりますからみたいなことをねラジオで言っててね、さすがだなと思いましたね。さすがですよ、本当もう一点の曇りなくね、うん、こいつは詐欺師ですでもね犯罪者です、モテないふりをしてお金を稼いできた犯罪者ですもう最高でしたね、うん、これはね、もうちょっといつもラジオのコーナーが で本当は言うべきだったんですけど、まあまあまあ、でもねこれね、あっぱれやってますってね、まあ、ラジコで聞けるんでね、相当面白かったですからね。まあそれで言うと、うん、まあ今日収録日木曜なんですけど、うん、昨日の夜、山里さんの不毛な議論、うん、TBS のラジオ、うん、ジャンクで、うん、まあ生放送ちょっとタイミング的にはね、だから、うん、発表がね、うん、やっぱそのラジオの前っていうか、本当はねっていう話でしょ、本当の第一声、やっぱラジオ好きだから、うん、あの人すごいやっぱラジオでファンのみんなに伝えたかったらしいんだけど、うんまあ、どういうわけかやっぱ情報が漏れてしまったって言ってたね、すごいよねこれね、そのやっぱラジオでも言ってたんだけど、その、うん、婚姻届を出すのに本当に代理人を立てて、でやっぱ都内のそういう戸籍届を出す、区役所、うん、とかだとやっぱね大安の日とかってその記者とかが主要なとこに貼ってるらしいから、その場所言ってなかったけど臨検に行って、うん、代理人を立ててって、こう二重三重のトラップをかけて、うん、届けを出して、うん、とかいろいろね、ものすごいもう本当にバレないようにいろんなことをやってたんだけど、うん、やっぱバレた、バレて、うん、朝方そのね、いろいろネットニュースにすぐ出てたらしい、まだ誰かわかんないってね、ねえ犯人はなんやっぱ
そのこのベッキーの時もあったけどさ、LINE 流出とかさ、本人たちも気づいてないけどメール抜かれてるとか怖いよね、あるじゃねえのやっぱそういうの、ね、言う人ってのはさすがにさ、まあ俺はだからブルースウェインですから、うん、全部見てます、おめえみたいなやつが抜いてんじゃねえのか本当に本当にそうかもよブルースウェインさ100億ぐらいかけて山ちゃん情報をさ、ブルースウェインのシステム使えば、うん、確かにねベッキーと川谷絵音ぐらいは、うん、余裕の余裕だよ抜けますよそういった意味でブルースウェインが怪しいんじゃないかなブルースウェイン暇すぎだろお前あんな何百億ってさ地下に作ったコンピューター、スーパーコンピューターで山ちゃんとベッキーの話題しか撮ってねえとか山ちゃんと蒼井優の最近の投稿が怪しいってただのゴシップ好きじゃねえかお前あれ巨悪と戦ってるからねバットもうね結婚届出すに時にバットサイン出しちゃったらしいからダーンって暗闇の夜空にコウモリマーク何の意味があるんだよ山ちゃんのゴシップ抜いてとりあえず、うん、とりあえずバットモービルで街を一周してくるチクシャーっつってね蒼井優のファンだったから蒼井優のファンだったからやられたーみたいな感じでもうでもやっぱなんかでも、うん、すげえやっぱ芸能人って感じがしたねなんかこう、うん、あの人やっぱモテないキャラというかさ、うん、こう勘違いしちゃってるんだけどやっぱ等身大で俺たち側の人なんじゃねえかって思っちゃうけど、うん、やっぱこういう結婚みたいな大事があるといやいやこれだから和尚くんやっぱそのために和服と別れたんだろ。まあ俺もね、まあ山里さんと同じ僕らも同い年ですよ、うん、あ同い年あの人も77年生まれあ同い年かそうですよこれもう一気に親近感が親近感湧くでしょ、うん、これはすごいね似て2ヶ月のスピード婚なわけですよ付き合ってだから大塩君だから僕だってね今6月から9月ぐらいにはなんか、うんえ、じゃあ和服以来の式をあげだから和服俺でやってるんだよ俺見込んだからあれやったとしたら俺バツイチになるのかもう俺的には超浮気野郎だよ今待って待って離婚もしてねえのにさT シャツで現れやがって重婚か俺お前はよっつって結婚してねえんだよ俺見込んだから和尚君もだからチャンスあるんじゃないねえ、うん、だから僕ももうちょっともし2ヶ月後、うん、まあまあ告白することがあったら俺この番組でちゃんと報告するから、うん、別に興味ねえからやんなくていいよ聞いてくれよその時はまず俺がこう言っても結婚まで気配はないわけです今いやもちろんないけど、まあ、2ヶ月だから2ヶ月突然来るよその2ヶ月であれってでもさ相方の紹介じゃんしずちゃんの紹介でしょそうだね俺とかがさ、うん、和尚君に誰かを紹介すればいいんだそうだねこの山ちゃんパターンで言うと、うん、そういうノリだよね、うん誰がいいかなぁ、お翔くんに紹介するだからもうその、プロの人にしてよそのプロってどういうことプロの、プロってもあれだよあの、そういうお店でファッションヘルスとかの人じゃないのそういうプロではなくてあの、ま、業界のそういうあ話題にしたいの、うん、そうそう、やっぱちゃんとヤフーニュースとか載りたいの、まあのお翔が、大変と結婚って、うん、女優、まあ女優か、うん、アスリートがいいねアスリート女性アスリートアスリート水泳とか、知り合いない霊長類最強とかね霊長類最強は一人しかいねえだろお前特定されるやつやめとけよお前知り合いじゃねえ知り合いじゃないんだけど霊長類最強は名前だからもはやあれジャンルじゃねえからねアスリートかそうかうだからあとやっぱ音楽でも畑違いのとかいいな なんかジャンルが違うね、ま、テクノの DJ ジャズピアニストとかジャズピアニストうん綾戸知恵お前あんなザ・関西はやめてくれよお前まあ和尚と綾戸知恵結婚したらだいぶ話題になりますよやっぱタイプ的には蒼井優さんみたいなああいうナチュラルガールがいいねお前だいぶうるせえなさっきからナチュラルガールナチュラルガールがいい、うん、ナチュラルガールのジャズピアニストうんそうで、うん、で年え蒼井優さんっていくつ30いくつだっけな、うん、一回りぐらい下山ちゃんのうん30いくつだっけな、まあ、調べたら出てまあでも、うん、そんな感じ30代前半ぐらいだったらちょうどいいよねうん、うんうんあのレーダーにそういう友達いるとは思えねえからな。なんで俺がのスキルの話になってるいやまあそうなってくるよ、うん、やっぱこれはしずちゃんの、うん、やっぱ、うん、あのこう超人間スキルが今回の結婚のやっぱすごい重要なキーを握ってますから、うん、これレーダーをちょっと一役買ってほしいんだよな、うんうんうん、まあでもなんかどうせなレーダーの周りにいる人とかはいやいやいやこれ俺この間ね、うん、すごい美人のピアニストさんすれば現場あの対バンしましたよ、うん、
すごい美人だった。髪の毛ちゃんと黒くてナチュラルガール、もうナチュラルガールっていうよりはなんかちょっと知的な感じのね、うん、あの人でしたけど。あ、じゃあ食事会セッティングしてくれよ。もうその時しか会ってないけど。お前じゃあ全然ダメだろお前。LINE として酔えんだよ。お前知ってる人とかじゃお前全然話になんねえからな。まあまあまあ、じゃあちょっと見繕っておきますよ、それはね。考えますよ。いやでも僕の中ではね、やっぱもう一回和服行ってるから、うん、結構あの選択肢が広いっていうか、うんうん、どういうこと和服行ってるから人間なら誰でもいい的な。どういうことだろう。熊とか人にしとけよせめて、うん、でも俺も 人が好きなんだから、うん、ビカーン。びっくり。霊長類最強。高沢さん急性逆流性食道炎、食道炎の痛みをこらえながらてか今逆流してた。ピクヨーピクヨーっつって生ピコン怖えよ。また30分来たよ。でも今の ねまずびっくりするといけないから、うん、あの一応番組30分になったら、これだから電子音声の代わりにその音声の高澤さんのね、うん、ピコーンっていうのね今までね、うん、言っても生声で言ってもらうっていうシステムを導入した。3回目にしてまだ慣れないですよ。マジで心臓が張り裂けそうになるんだよな。驚いちゃった。何があったの、火事なのみたいなさ。今日高澤さんあれですよ、今髪型変えた、なんパームかけたんですね。俺なんかソバージュってやつでしょ。すげえ渡辺克実みたいな。渡辺克実ってあのギタリストあれか、うん、ジャズギターの君が大好き、うん、そっち違います。それは岡村さんか。全然違う。全然違う。大体ほら大体一緒のジャンル、うん、時代のなんだろう、レッド・ツェッペリーのジミー・ペイジかっこよくなりましたよね、うん、シャキッとこうね。何やっぱちょっとね、あのサーファーの弟っぽい髪型。サーファーの弟、うん、サーフィンはやってないけど、うん、やってる兄貴の影響をちょっと受けてる。だって船の船舶持ってますから、うん、高田君の免許。お前海、ざっくり海つながりして、それは広すぎだよお前。船舶免許確かに高澤さん持ってるけど、うん、持ってた、ハワイまで行ってますから、うん、サーフィンの方の海じゃないでしょそれ。もう男の本当の男の海です。一本釣りとかの方でしょ。一本釣りの方です。いや結構やっぱストリート感あるサーファーっぽい。いやあのね、うん、高澤君のイメチェンも、だから、うん、和尚のイメチェンもね、うん、まあ、いいことですよ。あ、イメチェン、うん、だからもうガンガンもう40過ぎたらさ、うん、ビビっちゃうんだからみんなファッションに、うん、でもガンガン攻めてこうぜ、うん、もう本当に。いやまあだからめでたい話題も続きましてね、うん、華やかなりし日々ですけどね。どうした、僕だからね、ちょっとね、うん、怒りに近い感情が今あってね。なんだ、まあこれもうだからもうぶっちゃけますけど、うん、来週ね、うん、6月の11日ね、はい、に僕の脳梗塞っていう本の出版記念パーティーがあるんですよ、うんうん、ノートークで、うんうんうん、石丸源翔さんっていうね、うん、脳卒中で倒れて今高次機能脳障害を持っている人と僕で、はいはい、脳トークをするっていうね、まあ、告知も先週してましたしね。もう結構前からしてます、うん、これがね、うん、ロフト9っていう渋谷のトーク会場、トークライブ会場でやるんですけど、うん、これがね、うん、主催者からメールが来ました、はいはい、マジで、うん、チケットが全然、うん、売れてねえんだこれが、うん、やばいんですよこれ。もうね、俺だって前売りが売れてないってこと。前売り全く売れてなくて、うん、このままいくとですよ、はい、僕と石丸源翔さんが、うん、ロフト9ってね、うん、カフェみたいな感じなんですよ、うん、はいはいはい、カフェで2人で話してるだけ。おじさんがカフェで2人でお互いの脳の話をしてるっていう。これね、それはまずいな。画期的にやばい状況がね、うん、どうなってんだと、うん、でもね、僕ね、うん、その T シャツ出したりね、はいはいはい、まあ、CD 出したりね、うん、マジでこれね、うん、未だかつて売れたことってないんですよ僕はね、うん、物が。でならベーソンでも売れない、うん、ほんで結構ね、うん、あれ、さっきの山ちゃんの話とかね、その収入がどうとかって話、うん、出ましたけど、はい、これね、うん、やばいよ俺。俺山ちゃんにはなれないかも。いや山ちゃんにはなれないどころの騒ぎじゃなくて、全然物が売れない人が物を売ろうとしてるっていう状況ですから、これはやばい。前売りチケットな、そのさ、うん、ロフト9は、うん、だいたいイベントはみんな前売りを買ってくる。まあわかんない、トークイベント好きの人とかは、うん、もう慣れてると思うから。クラブとかだとさ、やっぱりその前売りってあんま買わないじゃん。そう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 、うん、
で蓋開けたらでも案外来るみたいなことってよくあるけど、うん、でもね蓋開けたくない今今相当2ミリ開けて閉じるみたいなちょっとパタラーッつってダメだねっつっていや石丸源翔さんねめちゃめちゃ面白い人でもともとねスピードっていうさ、うん、本を出しててでそれは要はドラッグをもうやりまくってた時期の、うん、ルポ でガスボーイズにいるギター男っていう、うん、ギタリストの人と2人で遊びまくってて、うんはいはい、でもいろんなもの決めまくってやべえことになったっていう本おでも90年代の一通りいろいろやってきた人なんだいやもうずんごいやっちゃってる人なんですよ、うんうん、でその後後遺症とかリハビリとかで、うん、しんどすぎるやばいっていう本も出してて、うんうん、で僕だから昔からその本もう超過激なアウトロー作家として、うん、ライターとして僕は見てる人なんだけど、うんうん、で、まあ、おっかねえみたいな感じだったんだけど、うん、その源翔さんが脳出血で倒れて、うんうん、で今そのロフトの中で連載で、はいはい、自分のその闘病記みたいなのも連載してて、うんうん、で会ったらね、うん、おっつってねダースさん脳仲間ですねみたいな話なって脳仲間ね脳トークやろうっていうことの流れになって、うん、で結構ねいろいろやり取りしてる中で、はいはい、まあ割とね石丸さんもね超エネルギッシュでパワフルな人なんだけど、うん、まあいろんなこと食らっててしんどい思いはしてるんだけど、うん、超エネルギーの塊みたいな人 で、うんうんうん、でそれって、まあ僕も派手な病人みたいなことを言って、うん、明るく病気だろうと明るくみたいなことを言ってるんですから、そうだよね、ね、カフェで2人で喋っても、うん、誰もいねえガッハッハで終わるんですけど、さすがにね、うん、こうやっぱ君らエンターテインメントの世界に身を置くわけですから、そうこれね、うん、誰もいないところではねそれは寂しすぎるよ寂しすぎいろいろご迷惑をかけました、うん、店とかにもね、うんうん、まあこの間もね、うん、ベーソンズで、うん、うどんライブってのに出まして、あーはいはい、で吉祥寺で素敵なっていうねすごくいいお店で、うん、30人限定で、うん、お客さんには全員一杯うどんがつく、ワンドリンクの代わりにワンうどん、なかなか珍しいライブですよね、うん、そうんでこれで僕らベーソンズで出たんですけど、うん、誰も僕らの客って来なくてですね、あらまあ、もう申し訳ないいやあれをよくそういう対バン形式なものっていうのは、うん、そうもうなんか最近ねだから、うん、やばいなと思って、遊びに来いってからな、告知の仕方が悪いんじゃないですか、悪いのかな、なんかね、なんかこうでこれ結構な根本的に、うん、まあねコメント見ました、うん、コメント欄にさ、うん、もうお前ら限界だとっくにって書いてた人いたのわかる、このハーのさ、ハーの、うん、YouTube の、そう限界だとっくに、うん、お前ら限界なんだっていうね、うん、まあ、その人にはぜひ細かいね、限界突破、行くぜヒップホッパー、面会にも来てくれ面会にも来てくれ、イエーイいやでもなんつうの、でもほんとねこれは、うん、人がいないのにも慣れてきちゃってるのだから最近、いやこれ分かるよ、やっぱ40過ぎてきた、うん、こういうエンターテインメント業界、そのミュージシャン、うん、芸人さん、役者さん、うん、まあ、何でもそうだけどさ、やっぱ40過ぎてくるとその人少ないライブとかにも、うん、体が結構慣れたりするじゃん、そうね、楽しいことばっかじゃない辛い作業も傷つき慣れてるというかさ、うんうん、で結構それもね受け流すパワーがいいのか悪いのかついちゃってるとこある、うんうん、そう、うん、なんかね慣れちゃってて、うん、でも改めてねその来週全く人来ませんって言われた時に、はい、あれこれやべえなと思って、うん、もうだから今さよくある手としてはさ、うん、このイベント入れなかったらなんとかやめます。そうそう。的なさ、僕そんなことしませんから。もうパンツ脱ぎますとかさ、うん、アイドルとか。コーヒー立ちとかお茶立ちみたいなやつでしょ。うん、とか、まあ、極端な例だと引退しますでしょ。引退しますっていうのあるよね。うん、その YouTube 何人集まんなかったらもう廃業しますとか、うん。なんでさああいうことやるんだろうね。やっぱそれはもうやっぱ客寄せのためですよ。でもさそれはさ数だけの話じゃん。うんうん。いや一人でいいじゃんっていう逆のね今すでに言い訳みたいになってるんだけどお前やばいぞこの思考回路は、うん、いやでもただね、うん、みんなに伝わるものでもねえ気はするんだよ、ノートークですよだって、うんうん、でただ源翔さんが言ってたのは、うん、そうじゃねえんだと、同じ環境にある人にも来てほしいけど、うん、そうじゃない人に、うん、うちらみたいなのがどんな目にあったかとかってのをいろいろ
あの聞かせたいのと、はいはいはい、まあその結果生きてるってどういうことなのみたいなところまで、うん、ね、あの死んでるってどういうことなのっていうところまで話を持っていきたいんだっていうのを、だからやっぱさ、そういうトークライブとかっていうのは、うん、やっぱダース・レイダーのそのベーソンズのファンとか、うん、まあ、ヒップホップのラップのファン、うん、ダース・レイダーのファンよりはやっぱこのラジオを聞いてくれてる人っていうのがやっぱ直結しやすいでしょ、ね、そのトークライブってことなんだ、だから誰も来ないんだよ、話好きの人たち誰も来ないんだよ、だってだからせめてさ、このラジオ聞いてくれよ5人でいいんだ、5人このラジオから来てくれたらもうバンバン剤です、もうね、泣くね、うん、で5人ぐらいはな、どこだよ、ね、場所どこ、その、あの渋谷のロフト9、渋谷、うん、ロフトだから、6月の11日もう一回ちゃんと告知しましょう、6月の11日番組ケツだけど今こう特別許す、うん、はい、今ちゃんとこれ、うん、心を込めて告知してください、うん、はい、どうぞ、6月の11日に渋谷のロフト9でね、はい、ダースレイダー脳梗塞出版記念、出版記念ですよこれ、なかなかお前いい身分になったな、うん、出版記念パーティー、うん、向田邦子みたいだもん、もう、石丸現象、うん、本持ってきたらサインしますもん、ね、うんうん、これね、あの本19時からを読んで多少何かしら心が動いた人はこれもう生でさ、ダース・レイダーのこの本にまつわる話とか聞けるから、ね、聞いてほしいんですよね、うん、買った人はね、アマゾンレビューっていうのも書いてほしくて、うんうん、これもで結局自分で宣伝するしかないから、うん、面白かったよみたいなアマゾンレビューで、もうみんなで広めてくれということをお願いせざるをこれは得ないなと、うん、今は ね、この時代ってそのやっぱ本当一般の方が一番の広告媒体になってる時代じゃないですか、うん、そう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 、まあまあつまんなかったら別につまんないでいいんだけど、うん、でもつまんないってのわざわざ言わなくてもいいよみたいな話なんだけど、そこはな、うん、でも意外とそういう人の方が多かった、そういう、そうそう、わざわざそれが言いたいみたいな、あのケチつけたいみたいな、まあそれはいいんですけど、うん、ただね、そういう人来ないって言って嘆いていたタイミングで、うん、再造っていう媒体の、うん、が脳梗塞を取り上げてくれて、雑誌の再造、のウェブ版だと思うんだけど、うんうん、でインタビューして、うん、でカメラマンさんがこうパシャパシャ写真撮ってたら、はいはい、撮ってる時に、うん、いや実は私アトロク聞いてて、おー歌丸さん、そう、うん、アトロクの話の長い版が今聞けててすごいすごい楽しいですみたいな、中にはいるんだよ、だからラジオ好きの人とかさ、話ちゃんと聞けば面白いから来てよって話なんですよ、大丈夫大丈夫って怖がらずにっていうのはね、これ前振りなんですけど、うん、もう一個イベントが決まったんですよ、おこれね、7月の4日、うん、7月の4日独立記念日、アメリカのね、うん、あんま関係ないんだけど、渋谷のファミリーでね、お渋谷ファミリー、僕らがずっとレギュラーを若手の頃やったとこだ、そうそうそう、トークイベント、ファミリーでトークイベント、そう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 、ダース・レイダーのヒップホップ滑らない話っていうね、これねまた誰かに怒られそうなイベント企画してんなそうそうそう、聞き手 DJ 和尚っていう、ね、俺かよお前巻き込むね、お前の頼むよお前のそのお客来ないループにさ、客来ねえよこれこれね、だからね、待って、ファミリーでトークイベントなんかできんのかい、まずまあできんじゃない、スタンドアップみたいな感じになるけど、もうだってヒップホップの老舗の箱ですよ、そう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 、僕らだって最初のレギュラーそうですからね、そうね、うん、ブリングザノイズ10代の頃からやってましたからね、うん、そうそうそう、だからそこに戻ってきた凱旋、凱旋って何が滑らねえ話だよマジで本当敵増やしそうだなまあ1回目はね、うん、僕水道橋博士のメルマガでね、うん、日本語ラップの連載をしてるんですけど、はい、まあ、そこでちょっと取り上げた、うん、僕の大先生ってね、うん、先生のフクロウ先生ってのがいるんですけど、ゆうちゃん、ゆうざろくさんとかにまつわる話をね、うん、1回目はしようかなと思ってるんですけど、ちなみにそのさ、うん、ヒップホップ滑らない話っていうのは、うん、どういう形態でこうイベントは進んでいく予定でいるの、まあまず和尚くんが DJ してるんですけど、うん、僕が DJ、うん、で、はい、みんながこういい感じになったら、うん、僕が出てって、はいはい、しゃべります、で、おしょうくんは聞き手なんだけど、うん、まあ、おしょうくんも知ってる人の話ですから、うん、おしょうくんの話とかも聞きながら、はいはい、で、ポイントポイントで曲をおしょうくんにかけてほしくて、うん、スクラッチしながらね、うんうん、こういう曲があって、うんうん、ダンっつって、で、曲をかけながらそれをみんなで聞いて、はいはい、そこからまた話を広げていくみたいなので、割と一人の人に、うん、焦点を当てたり、まあ、人の一つのムーブメントに焦点を当てたトークをやろうと思ってるんだけど、うん、なるほど、そのかかってる曲にまつわるお話をじゃあ何人か、まあまあそう、何人っていうか僕が基本的には一人喋りなんだけど、でも大将くんも、うん、聞き手して
手としてこういろいろ出演者は僕と君ですだけですだけです、うん、そうね、うん、だからほら滑らない話のテレビっぽくさああいうのじゃなくて何人かが座ってるイメージを、うん、あれはなんかまああのうまくいったら、うん、そうやって集めてみんなでやるってのやりたいけどじゃあつまりこのラジオ のライブ版ライブ版ライブ版ですあの言ったらお前企画だけガンガン攻めてくよな、うん、なんかこれを、うん、ライブとかじゃないからねライブトークライブだけど、うん、ラップするとかね、うん、逆に伝わんねえからみたいなこれが7月4日のにあるんですよ、うん、これ平日ですよね4日平日木曜日かな木曜日、うん、じゃあこれちょっとね渋谷またこれはだからこのラジオもうまんまだと思ってもまんまだといいと思うんでなんなら収録の後にそれをやるっていう、うん、あそうだね木曜日ですから木曜日だから、うん、これぜひともねちょっとこのラジオを聞いてる人はマストで来てほしいな、ね、本当俺とねそうそうそうデータ出るからまあでもね来週の脳梗塞が、うん全く跳ねなかったら、うん、もう僕やる気なくしてやらないと思うんでお前なそんなお前そんなやついるかお前一個前のイベント滑ったら次のはもうやんねえみたいな心が折れて立ち直れないお前何年やってんだよこの業界で寝込んじゃうみたいな頼むぜいやもうねでも牧田さんと前やったけど脳梗塞の僕すごい盛り上がったんですけどね、うんうんうん、牧田さんとやったやつもで石丸さんとは全然違う話ができるとは思うんですけどねみたいな、うんだからあのね7月の4日和尚くんとやるやつは、うん形になるんだったら、うん、ずっとやっていこうと思ってるんだけど一回やってみないと分かんなくて、うん、でねファミリーの店長の高山くんと話してね、はいはい、高山くんはねだからね、うん、そのツイッターフォロワー3万人とかの僕の数字を見てね、うんはいはい、これはもう人入るでしょうと多分安請け割とね、うん、おいいよいいよみたいな感じなんだけど意外とねそこでこれね高山くんはこれね舐めてるこの3万人は、うん、これ、ね、機能しない3万人だぞ機能しませんからこれただのねネット上にしか存在しない人たちなんでほとんど亡霊みたいなあれなんで確かにな、ね、でも現場に来てくれるファンっていうのは本当だから大事なわけですよ大事ですよ俺もう一人、うん、毎回抱きしめてますもん本当なんだよね、うん、これはこれ本当なんですよ、うんうんまあ、もちろんラジオ聞いてくれてるのもありがたいんだけど、うん、やっぱそのね、僕らもさ例えば芸人さんのラジオはよく聞くけど、うん、やっぱかといってでも芸人さんの生の劇場に見に行くかっていうとやっぱそう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 よっぽどのことがないといかないわけじゃんタイミングが、ね、だから、うん、でもね日々やってるわけでしょみんなライブをね、うんうんうん、だからすごいなと思いつつねだからねなんかこう現場に来てくれるファンの皆さんのね熱意たるやっていうのはすごくね、ねものすごいパワーなんだろうって本当に思うから、うんうん、まあだから結構ね、うん、その集客とかさ、うん、そのまあ結局おめえらが面白くねえからとか、うん、興味ねえから持ってもらえねえから人来ねえんだろっていう超絶真実が一個あるんですよ。おお、まあ書くというか書くというね。これはもう、うん、ここ言われてしまったら言われてしまったらもうブスッとするしかない。何も言い返せませんよってね。電柱とか蹴るしかなくなる。本当ね。本当。いろんな角度でね言い訳しようがない、うん、できないからね。突きつけられるやつ。人気ねえじゃんみたいな。本当そう。だからさやっぱこう人気のミュージシャンとかさ、うん、まあ。今日ほんと朝から暑いよね丸ってツイッターにさ1万いいね1万いいねとかさ、うん、もうついてるともうこれなんだよ人気っていうのはそうそ う人気ですよそれがちしがられるもん僕ら前カレイ君の時もそうだけど、うんまあ、ガキレンジャーは僕ねそういう人気あるグループだと思うんだけど、うんうん、そのまあ最盛期はすごかったっていうのもあるけどねだから今のガキレンジャーは割と大人のガキレンジャーになってるけど、うん、バッパージャムのとかの時はさもうほんとそういう そのまんま言うやつむちゃくちゃいるんだよもうそうでしょでも別に俺は逆に言うと今やりたいことやってるわけだから、うん、それが正解だと思うし、うんうん、そのみんなに好かれることをやろうとしたところでできねえっていうことだけは分かってるわけだその20年もやってるとさ、はいはいはいそういう計算とかうまくやってさ、うん、みんなに好かれることを、うんうん、危機としてやるっていうそれが得意な人もいるから、うん、俺全然それいいと思っててだからポップな人って、うん、ポップな人がポップなことやってるのって超いいと思うんだけど、うんうん、残念ながら僕とか、うんまあ、君とかが、うん、ちょっとでも自分らしさを出していくと、うん、ポップではないわけですよお前んと同じ箱に俺も入れてるけどさちげえからおめえのその超生癖生癖ギトギトハードコア箱と違うから俺ポップだからいやそれはね最近よく考えるんだよね、うん、まあでも、うん、なんかそのダンサー知ってますとか応援してますとかって言われるけど、うんうん、何をみたいなのは思うんですよ
まあ具体的にやっぱ、まあ、CD を例えば買ってくれる、うん、このねダウンロードラジオを聞いている人は割と、うん、本当にその素でやってる感じを、うんうんうん、楽しんでもらってるんじゃないかなとは思うんですけど、あとね、うん、俺もねよくその、まあ、直接まあ知り合いの方に、うん、例えばイベントがあったりするライブがあったりするっていうと、うん、まあ、DM メールとか送らせてもらうんだけど、うんうん、まあ、これちょっと今回はいけませんっていう時にね、うん、あの陰ながら応援させてもらってますってよく付け加え、陰ながら来ます、陰ながら応援は、まあ、ありがたいよ、うん、本当に、ただ、うん、陰の応援はいらねえんだよ表に出てこいっつってお前ありがたい、あったが、あったが表だってやってくれるだけですげえ100人力ですからっつって陰は0人力ですみたいな、そうなんだよ残念なことにその気持ちはありがたいんだけど、うん、陰での応援は何にも届かねえんだよっていうね、なんで影なんだろうね、表だって応援できねえ理由がなんかあんのかな逆にみたいなだからやっぱりダースレーダー好きっていうのは言うとちょっといじめられる、もうバカにされるんだろうね、うん、会社の中で居場所がなくなるんですよLINE グループから外されるんですよ、外されるとかそういうのあるんでしょうやっぱりどんなアーティストだっていう話ですよねこれ。これもう明らかにでも、うん、その表だって応援できない、実は好きだったんですとかってのさ、うん、表だって応援できないわけでしょ表だって、うん、まあまあそういう意味ではないんだろうけど、うん、何だからまあ俺の中でね、うん、あのその陰ながら応援しますっていうのは、うん、まあこういう意味かなっていうのはその、CD や曲はダウンロードは一切しません、はい、しませんがまあそうや形に出ますからねあのCD とか聞いちゃったらもう形になりますからそれよりをお金を出して、うん、応援はしませんが、まあだから YouTube でタダで見れたり、うん、あのなんかテレビとか出てたら、うん、あ知ってる人出てるっていう意味で、うん、その他の人よりも若干温度はちょっと上がる上がるけどあのお金は特に出しません。ライブ会場とかにあのたとえディスカウントであったとしても、うん、入るつもりもなければあなたのイベントで一杯酒を飲むこともないんですけど、こういうねじ曲がり精神が多分ねお客さんを呼ばないと思うんだ俺こんなでもさ超絶売れてる、うん、あのね3代目とかさ、うん、エグザイルの方とか、うんうん、若手の方とか、うん、こんな話しないだろ、しないね、うんうん、もう超精神的な問題かと思ってきた、うん、もうだから俺らが悪かった、うん、ごめんほんとごめん、うん、もう来週石丸さんと2人で俺話すでもやっぱりねじ曲がり師匠のさ、ザ・キングオブねじ曲がり師匠の山里さんがさ、うん、そうなんですよ、ああいう風になってるってのは、ね、キングオブねじ曲がりがね、うん、キュッとねあのゴールをね、ゴールを決めたーっつって ねシュート決めたーみたいな、特大シュート決めましたからね、うん、もうこれはめでたい話ですよ本当に、ちょっと今何分ぐらいでしょうかね、うん、そろそろコーナー行きますか、ね、あのいろいろね先週から始まったあの番組共通メールテーマ、うん、まあ、今週もね、うん、今週テレビということでね、うん、やっぱねメールテーマを決めたせいか、でもね、むちゃくちゃメール来てますよ今回、うん、来てるんですけど、おしょうくん、うん、今ねコーナー1個だけ、あ、コーナー行きますか、うん、来てるんで先にちょっとそれだけ紹介してさせてくださいよ、はいはい、じゃあ行きましょう、ダスレーダー&DJ和尚のハー、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りします。山ちゃんおめでとう、やった、カモンカモンカモン、Let's go. クラブへいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、久しぶり、久しぶりのクラブへいらっしゃい、これはね、もうクラブ歴20年を超すダースレーダー &DJ 和尚がね、はい、クラブ A to Z、うん、全てを教えますって、ね、クラブに対する質問疑問に答えていくコーナーですけど、うん、久々ですね、はい、来てますか、来てます、ラジオネームネコソウルさん、はい、ダースさん、和尚さん、そして高田さん、こんにちは、こんにちは、はい、第 0.5 回から楽しく聞かせていただいております、ということはもう全部聞いてくれてるってことだね、そうそうそう、初めてクラブへいらっしゃいのコーナーに投稿いたします、おクラブイベントは再入場不可なことが多いですよね、うんうんうん、自分も前に再入場不可のクラブイベントに行ったんですが、はい、入場の際に手の甲にスタンプをされました、うん、これって一般的には再入場スタンプと呼ばれているものではないかと思うんですが、うんうん、再入場不可のイベントなのになぜスタンプをされたのかが疑問です、あのスタンプの正体は何なのでしょうか、どうか教えてくださいってね、はあ、確かにクラブにこう入った時、うん、スタッフさんに入り口でこうスタンプを手の甲にね、うん、押されますけど、うん、これそもそも、うん、今さクラブってほとんど再入場できないじゃないですか、うんうん、だから再入場の意味合いじゃないんじゃないですか、これ違う意味なんじゃないですか、まあちょっとね、うん、深刻な話題なんで、うん、
僕もちょっと言葉を選んで喋ってるんですけど、なんで今深刻なのこれ、あの猫ソウルさんね、うん、押されちゃったわけですよね、これスタンプクラブに入った時にね、手の甲に押され、押されちゃったんですよね、うん、はい、まああのどうしようかな、なんか、うん、まあでも知らないよりは知ってた方がいい、まあ僕が言うのはあれなんですけど、何そ、ちょっと何今お前の面白演技がもう始まってんの、そのいや面白演技じゃなくてな、いやじゃあ深刻な話なんだよこれはもう人の人生に関わることなんだから、ごめんね、これはね、うん、やっぱりまあ西洋でずっとね、うん、伝えられていた生贄の烙印って言われてるものなんですけど、何笑ってんだよお前自分西洋の烙印、生贄の烙印ですよ、生贄の烙印これを手の甲に押されたら、押されたらもうそれはもうあの生贄認定がされてしまい、そして、うん、闇の世界の者たちがお前中二だろ完全に閣僚を超えて狭間の世界からずっと生贄を求めて襲いかかってくるんですよ、もう完全にドラクエに影響された中学生だからお前、夜とかになると、うん、みんな夜寝るじゃないですか、うん、でもあのあいつらは夜の方が来るんですよ、だから寝ようと思ってるとあいつらに囲まれて、それで生贄に取られてお前の何もう、あーか、猫ソウルさんがかわいそうすぎて、楽しいドラクエの世界もじゃねえから、違う本当にこれ消せないんですから烙印を押されると、何生贄、なんなの、ちなみに生贄の烙印を押されてちょっとそこがピリピリって痛くなったら近づいてきてる証拠ですから、でも何の映画見たの君っすよ、いやいやいや、だからこれクラブです、何に影響されてんのちょっと、いやクラブってだから怖いところだとかねクラブの、そうです言うけど本当のクラブの怖さを知ってる人はいないんですよ、だからクラブの本当の怖さはまた別なところにありますね、黒魔術の世界です、黒魔術のクラブとかって何それ、あの眼帯してる綾波レイみたいな、そういうコスプレのイベントかなんかな、いや違う、だから基本的には、うん、サバトっていうね悪魔を呼び込む、うん、儀式がクラブで行われてるんですけど、おめえが行ってるクラブは多分違うクラブだぞ秋葉原の隅っこのとこにやってるあれだろう、なんかその、ね、サバトをやっている中で、うん、生贄を何人か選んだら捧げるんですよ、生贄とかねえからクラブの捧げたらもう逃げられないんです、あの、ま、魔物が来ちゃうんです、ねえからマジででも大丈夫です、大丈夫っていうか、黒い剣士っていうのが来ますから、そういうジャンルじゃない、黒い剣士が助けに来ますから、あなたのことを、猫ソウルさんこれあのねダースレーダーね今ドラクエかなんかの小説書いてるっぽいんで、これ気にしないでくださいね、黒い剣士が助けに来てドクロの騎士と一緒にあなたを助けてくれます、違うんで、あのスタンプっていうのはあのクラブに入りましたよっていう証明で、多分再入場でもありません、まあ、あのねそういうことにそういうことにしておくことで、うん、世の中の平和ってのは保たれてるんだなっていう、あのやっぱこう知らないことに、あれだろお前、うん、お金持ちのピースマークみたいな軍団がいるって うん、言ってる派だろお前のその派知らないけどなんか何の派か知らないけど、20世紀みたいなあの漫画の世界だろあれ、うん、いやだからまあ助かる人は助かるんで、助かるも何も全員死なねえからこのシステム、ハンコとか、いや大丈夫です、これはだからまあ、うん、クラブに入ったという一個の目安ということで、特に、ね、今ね東京のクラブで多分再入場できるってことほとんどないんで、にえにえ何それお前何なのその呪いの魔術いやいや和尚君は、うん、だからそういう世界に触れないように僕は守ってますから、いいよ触れるなお前俺の人生に、猫ソウルさんもう大丈夫なんです、方法はいくつかあるから、うん、逃げ切ってください、うん、そういう話じゃねえんだよ、うん、日本語ラップの CD を聞いてれば多分大丈夫、だいぶ聞いてんだよ猫ソウルさんは、ツイッター見るといつもいろんな CD 買ってるんだから、うん、もう素晴らしい、もうそういう行動が身を助けますけど、うん、一応スタンプは生贄の烙印だったっていう、生贄とかねえからマジでグレイブディガーズとかならあるかもそのウータンのあのホラーコアってやつさ一時期そういうグループがいたけど、うんうん、大丈夫黒い剣士が助けに来ます、大丈夫です、もう怖えんだよおめえの話は猫ソウルさん大丈夫ですこれ、うん、特に気にしないでくださいそのサインは、はい、はいということでした、はい次のコーナーはいということでね、フツオーターコーナーというかねテーマトーク、まあテーマトークね、うん、テレビということです、テレビ、うん、先週がねカレーだったんですけど、うん、
皆さんね、かなり来てますから、ちょっとね、まあツイッターからまず行きましょうか、うん、ちょっと短めな感じで、うんうん、ツイッターネームみかんさん、うん、好きなテレビ番組は、うん、BS 朝日町山智博のアメリカの今を知る TV と NHK 映像の世紀、うん、マツコデラックスの月曜から夜更かしあたりです。今週は真面目に答えてみました、うん、人沢さんお大事にです。ね、逆流性食道炎ですから、食道炎、うん、今も逆流してますよ今は全部戻してるみたいな感じでやめてよ、うん、これなんか知ってますか、ま、アメリカの町山、ああ町山さんのはもう超面白いですよこれ、うんうん、BS 朝日ね、うん、今ね何でも見れますか、うんうん、春の猫は幸せを運んでくるんださ、うん、この方はねなんかずっと猫としてねツイッターをしてるんですよ、ね、そうですね、ミーが好きなテレビ番組は NHK の猫猫日本史にゃ、うん、知ってますかこの番組本当にあんのかなこれ猫猫日本史猫が猫の番組を見てるわけですね、うん、なかなか難しい状況ですね、うん、難しい状況ですね。あやりんごさん、うん、おしょうさんとのりさんいいじゃないですか、うん、これ先週の話ね、うん、私も散々有吉反省会リツイートしておいてまだ見れてないから、うん、見てねえのかい、うん、ダースさんと同じくTVerで見ます、うん、これ多分 TVer のことですね、うん、TVer、うん、TVer、ということですね、うん、ツイッターまあ、うん、そっちなんかありますか。はい、ね、いやあのコメント欄ですね、うん、YouTube? ま、うん、マタンゴ R さんがね、マタンゴ R さんありがとうございます。アサヤンが好きでした。おー、ね、アサヤンね、当時の日本の日曜夜は8時からごっつえ感じがあって9時からアサヤンというゴールデンタイムだったと思います。 CM もユニークで文化社とかマニアックなスポンサーだったのが印象的でした。確か電気グルーヴも少し出てたような、世代的にダーサンオシオさんをご覧になっていたのではないでしょうか。うんうんうん、ね、うん、アサヤンはね、アサヤンはだから浅草橋ヤング用品店ですよ。なんか結構そのアイドルオーディションになる前のになる前は結構見てたけど、うん、浅草キッドとナインティナインね、ナイナイが出ててね、うん、そのそれも面白かったっていうのと、うん、その中でですね、うん、僕あの水道橋博士のライブイベントを手伝ってたことがあるんですけど、あの、はい、オープニング曲作ったりね、うん、その時にその岡村さんがゲストの回の、うん、はいはい、時に使われていたな、あのアサヤンの映像で、うん、人間サイコロってのがありまして、人間、あーこれがねもう未だに覚えてるんだけど、あーすごいのよこれ、冬のそう軍団さんのね、うん、スキー山でね、はいはいはい、伝説の賭博士としてガタルカナルタカさんが、はいはいはい、出てきて、うん、で人間サイコロを振るみたいなので、うんうん、これでもこれ朝やんじゃなかったかな、それ朝やんじゃないね、元気が出る頑張るマンのほか、うん、まあ結構そのね、あの当時のだから武士軍団がむちゃくちゃ体を張ってる時代のね、朝やんはねだからね岡村隆史が大人気 で、うん、で岡村隆史好きの女の子をいっぱい集めて、うんうんうん、で岡村隆史とキスできるみたいなのでやったら博士だったっていう、コーナーがあって、あでその両方ともその身長低いチビキャラみたいなんだけど、うん、全然その陰と陽っていうか、うんうんうん、ナイナイが陽で浅草キッドが陰なんだけど、いたずらドッキリだね、そう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 、イタズラドッキリをやったっていうのとかね、朝やんね、うん、俺はだから当時その本当 あれだから30年ぐらい前、もっと前、朝やんだから結構最初はね俺本当にストリートファッションとかを、俺はねその時やっぱ福島、うん、東北の福島にいたから、うん、東京のストリートカルチャーを触れようと思ってあの番組最初見てたね、うん、ああ、うん、まあそうだね、だ結構ガチで東京ノリみたいなね、うんうん、その原宿のノリとか渋谷のそういう最先端なものが出てくるのかなと思ったら、うん、もう開けてみたら、うん、こってこてのバラエティーで全然おしゃれじゃねえな、まあ、たまになんかこうねそういうストリート系の、ミュージシャンとか著名な方が出たりしてたんだけど、うん、いや基本的には90年代のあのバカ騒ぎをね象徴する番組、うんうんだと思って僕は好きですけどね、うん、あとねふみやふみやさん、はい、ダースさんおしょうさんの影響で最近はラジオばかりを聞いているのですが、おいいね、うん、今お気に入りのテレビ番組はダウンタウンナウ、うん、本気ではしご酒、うん、で私もビール片手に一緒に参加している気分を味わいながら見てます。あと一番好きだったのはニュースラップ
ジャパンでしたーとね、大島です、終わってしまいましたーって、ね、ハテーマ TV でやってたでね、うん、ありがとうございます。その何、日本お酒の番組なのかなそれ。そう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 、はしご酒、うん、あの見たことないですけど僕は。お前俺も俺とダースレーダーね、うん、ほんとテレビ見てないから弱いんだよな、うん、教えてくれって感じで。あの実を言うとね、うん、テレビをテーマに喋らせといてね、うん、僕全然見てないですから。そうなんだよ、だからまあ、うん、今日ちょっと勉強するというかね、うん、そう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 、うん、なんかねそういうのでね、今何が面白いのかなみたいな。ダウンタウンってのはやっぱりこう、まあもういつの時代も大人気なんだね。僕ガキの使いのやっぱフリートークが好きでしたからね、昔のね、うんうんうん、ダウンタウンに関してはね。まあとあとね、投稿もいくつかあって、うん、結構ねこれがまたね気合が入ったやつ、ね、テレビはやっぱりみんなね、うん、共通の話題としてやっぱラジオよりもやっぱ、うん、メールが多いね、はい、ね、カオリンゴさん、はい、カオリンゴさん、カオリンゴさんね、コメントのね、うん、あの今回ね前回のラジオ上げる場所間違えちゃって、うん、そうだよ、2つに分かれちゃってる、ね、お前ダブルアップしたな、ダブルアップ、ダブルアップでしょ、ダブルアップっていい感じしたけど、あの再生回数は足して同じくらいっていう、ダースレーダーいつものチャンネルとダースレーダーが個人でね、そうそうそう、やってる方のチャンネル2個上がっちゃってね、2個上がっちゃってね、でその個人の方のやつでカオリンゴさんがね、うん、192回目視聴ゲットっていうコメント、これね良かったですね、ちょうどいい、いつも1視聴目ゲットだったんですけどだいぶ後だなみたいなね。はい、先日室戸マグロロックフェスという、あこれね、うん、テレビの話してなかった、うんうん、じゃあ後にしよう、カオリンゴ、あとあとあと、うん、後回しします、カオリンゴさんの、あの後で読みます、うん、テレビお願いします、うん、ですね、これは誰ですか、踊る人タムさん、おい、はい、テレビについての投稿です、うん、ダースさん目直ってよかった、高澤さんいお大事にです、お嬢さん元気そうで何より元気、うん、王将だけバカ本当かお前私も、テレビあまり見ないのですが、うん、子どもの頃から今までも欠かさずに見てる番組が一つあります、はいはい、30年以上続いている関西の番組探偵ナイトスクープです、はい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 、はい、西田敏行さんが探偵局部長で、うん、子どもの頃は神岡龍太郎さんでした、うん、芸人さんたちが探偵となって視聴者の依頼を解決していくという番組です、うん、私の一番に心に残っている回は、レイテ島からの手紙です。お依頼者が生まれる前に戦死した父から母宛に送られたハガキが母の死後見つかったのでどうしても読みたい、うん、という、ものでお母様が泣きながら読まれていたのは、涙のような丸いシミがいくつもあったり、うん、鉛筆は擦れて紙もボロボロで全く読めないのです、うん、それを天体探偵さんといろんな協力者を得て解読していくというものでした、うん、何度見ても泣きます、うん、かと思えば、おならでガス警報器が作動するかなどくだらないものもいっぱいあります、うんうん、関西人の笑いと涙のと人情全てが詰まった番組です、今では全国で放送されているみたいですが、うん、Amazon などで過去の放送も見れるので見てほしいですって、ね、お確かにこの幅広いね、その探偵依頼がいっぱいあるわけだもんね、うんうん、これは今も30年以上も続いてるってすごくねえか、うん、すごいですよ、だからもう支えの番組みたいになってるね、あの上岡龍太郎さん時代とかもね、うん、僕大阪遊びに行った時に見たことありますね、なんか俺もね、うん、そのやっぱその神岡さんのイメージがあるね、うんうんうん、神岡龍太郎って人はまたね、うん、すごいよね、なんかあの人はなんか潔く芸能界を去ったわけだもんね、なんかだからいろいろ面白い人だなと思ってね、うん、絶頂期に去るって超か、うん、一番かっけえことをやって、うん、善次郎さんがね、うん、一回最近脚光を浴びた時にもう一回神岡龍太郎さんのね、うん、話が出ましたけどね、あれね、うん、超俺あれ出せえと思ったよね、はっきり言って俺のバックに神岡さんいんだぜ的な感じをちらつかせて神岡師匠からの手紙みたいな、手紙みたいな出すね、あれさえなかったら善次郎さんいい勝負だったんだけど、いい勝負あれやっぱ俺超風量の先輩知ってっから的な感じ、うん、でねうんね、出してきたね、雑魚でしたね、うん、はい、はい、ラジオネームリトカメさん、うん、ダスエダーさん、お師匠さん、高澤さん、毎週楽しくラジオ聞いてます、あざす、僕の好きな番組は全力脱力タイムズというね、フジテレビで毎週金曜日23時に放送されている番組です、よクリームシチューの有田さんが司会を務める報道番組、うん、なのですが毎回悪ノリに近いシュールギャグをスタジオ全体が連発、うんうんうん、ゲストに呼ばれたツッコミ芸人さんがタジタジになりながらなんとか一人ツッコミしまくるといったコント番組になっております、うんうんうん、ラッパーのエースさんも準レギュラーとして出演しているので、もしかしたらご存知かもしれませんが、なかなかテレビでは感じられない違和感を感じられて大好きな番組です、うん、母含め毎週金曜日が楽しみな理由の一つになっております、ね、おー、俺ねね、そんなところにもヒップホップラッパーの影響が入ってんですか、そう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 、エースね、うーん、エースはガンガンいろんなところで活躍してますからね、脱力タイムスっていうのは、うん、結構いろんなところで聞く番組だ ね、うんうん、これねテレビ見ないなんて言ってますけど見た方がいいのかなこれ、やこの辺の話題その、ね、出る番組ぐらいはちょっとチェックしようぜ、うん、そうだね、うん
さすがにね、ノーチェックっていうのも、うん、ノーチェックでこの話してんなって話ですからね。さすがにね、だからコメントが薄すぎる。おしょうに至ってはテレビ持ってないからね。テレビがねえけど、やっぱその TVer ね、アプリがあるから、うん、まあいろいろ見る気になっては見れますからね、うん、はい、うん、スカイハイの顔が羨ましいさんね。はいよ、俺もだよ。最初に今公開してるアニメ、うん、プロメアが本当にアニメ映画史に残るレベルで面白いので、ゴジラクソつまんねえ、途中で寝てしまったあの母親クズというツイートをしているダースさんはぜひ見てくださいって。お前そんなツイートしてんのかよ。ここまであの言ってねえんだけど。うん、ちょっと待って、ゴジラ、うん、ダメだった。ダメだった。ダメだったんだ。俺寝ちゃった。あのね、俺ね、前回のあのシリーズ、うん、ハリウッド版ゴジラの前回も俺途中で寝てて、うんうん、でハッと起きたらそれがあったのにまた行ったんだ今回。そうそう、ハッと起きたら怪獣が口移しキスしてて、おおっと驚いたっていう。今回は、うん、友達の DT っていうのがね、うん、誕生日プレゼントにムビチゲでゴジラのやつをくれたから見に行ったんですけど、うん、で、まあ、あるやつが、まあ、これはネタバレになっちゃうから、まあ、なんかあるやつが目覚める、うん、ね、すごい、うん、とんでもねえやつが目覚めたって言った瞬間の大騒ぎがあるんだけど、うん、大騒ぎ始まって俺ちょっとふとその大騒ぎ中に寝ちゃって、それで一番盛り上がるんじゃねえのか。はって起きたら、うん、黒幕の人が自分の犯行を、うん、告白してるシーンで、うん、こういうことだったのだみたいなところまで寝てて、感じ一番メインどころっぽい気がするけどな、それ、うん、びっくりしたみたいな。まあまあ続いてください。はい、ですね、僕は30代前半なんですが、うん、父母ともに3代遡ってほぼ全員教師や保育士といった教育関係の一族で、そんな家庭環境で育ってきた結果、うん、テレビを見ているとバカになるとずっと言われてました。あ、うん、時代だねこれは。はい、見せてもらえるのは NHK と NHK 教育テレビと NHKBS だけ、うん、それ以外のチャンネルを見ているとむちゃくちゃ叱られる、うん、父の好きなプロ野球巨人戦という例外もあったのですが、恥ずかしい話、ドラえもんやサザエさん、ドラゴンボールといった、うん、ある種誰しもが通っていた道を僕は通らずに小4まで育ってしまいました、うんうんうん、結果再放送の不思議な海のナディアや、うん、妹と見てたカードキャプターさくらなどの少しメインストリームから離れたものを多く見てた気がします、うん、今ではわからないのですが、何らかの事情で小4の頃から中2までほぼ毎週土曜日の昼から日曜の夕方ぐらいまでおばの家に預けられていました、うんうん、おばは大学で薬の研究をしていたのですが、旦那さんは新聞の文化部、おいしんぼの山岡志郎的な場所、山岡さんだね、うん、の人で、落語会やお笑いイベントなどの仕事もしていたせいか、うん、よくネタ番組、当時はボキャブラ天国とかいろいろありました、うん、をチェックしていて、はいはい、そんなおじさんと一緒に毎週楽しみに見ていたのが土曜日8時のめちゃめちゃイケてる、めちゃめちゃイケてる、はい、うん、でした、うん、ね、めちゃめちゃイケてるでした、90年代の終わりから、0年代初頭のめちゃイケ、うん、岡村隆史さんがスマップのコンサートに出たり、うん、極楽トンボの加藤がアイドルをジャイアントスイングしたり、シートに間違えるとボコボコに殴られたり、はいはい、サイコロで当たるとハリセンでどつかれたりと、うん、文字面だけではわからないのですが、確実にテレビのバラエティ番組の最先端を言っていたなと、伝わる伝わる、今思うと懐かしくなります、うん、人間何かを制限される、それが解放されるとその反動でおかしくなるのか、大学に入り家を出て一人暮らしをすることになった結果、あまりテレビが刺激的で、うん、テレビの見すぎとテレビゲームのやりすぎで留年してしまいました、うん、ちなみに今は水曜日のダウンタウン、ゴッドタウン、全力脱力タイムズが面白い番組3挙頭です、うん、特に水曜日のダウンタウンで最近やった新元号を当てるまで監禁されるのは震えるほど面白かったですって、ね、かなりの反動があって、今むちゃくちゃテレビ好きそうな、そう、ね、気持ちがこの文面から伝わってきました。テレビ見ちゃダメ系のうん、話って僕ら子供の頃って結構ありましたよね。あった、まあファミコンかな俺のとこは、うん、ファミコンになるじゃダメバカになるから、うん、みたいなこう迷信的な感じでもう言われてたもんね。テレビね、まあ僕なんか両親結構いなかったんでテレビ見てましたけど、うん、7時ぐらいのテレビドラマで、うん、サスペンス系の、あ、介護サスペンスとか、うん、そしたらね、その中で温泉行って殺されちゃうとか、そうそうそう、なんだろうな、なんかね、性病になった人が出てきたんですよ。でみんなで7時だからご飯食べて、うん、そしたらその性病になって病院に行く描写が出てきて、なかなかだね。で僕子供だから、うん、これは何なのと、うん、何を直してるのみたいな聞いちゃったんだ、うん、何を直してるのっていう、子供あるあるだな、うん、それは。そしたらね、うん、その時ね、多分ね、おじいちゃんのおばあちゃんとかも一緒にいてね、うん、そしたらおばあちゃんがね、うん、無言でチャンネルバシッて、ねうん、変えたの。
で変えたら変えたら時代劇の濡れ場で、うん、さらにエスカレートしてんじゃねえかよ。そうそうそう、昔だからやっぱそういうことがあったわけだよ、うん、そのね、そうそうそう、ガチャって変えた瞬間 ね、あはーみたいな、うんうん、そういう感じになってたんだけど、今さっき出てきたあのサザエさん、うん、俺ねこの前久々にその本当にもう本当20年ぶりぐらいに、うん、見たの、あの日曜のテレビ版、うん、びっくりした。俺、まあ、声が変わってるっていうのは、まあ、うん、いろんな情報を聞いて、うん、あ、最近のサザエさんね、だから、そう、うん、だからほんと昔のサザエさんしかし、うん、のイメージだったから、うん、でもまあ声変わってるの聞いててなんとなく分かってて、うん、まあ、それは良かったんだけど、うん、一番びっくりしたのが色味だね、色、うんうん、もうなんていうか昔のサザエさんってくすんだこうアニメのイメージがあったから、ね、うん、今もう、うん、おーなんていう、絵の具のチューブから出したような緑とか、うん、もうどぎついカラーリングの色使いで、うん、まあそれはこれ進化してんだろうなと思ったけど、ちょっとね引いたね、あの色使い、なんかダッセーと思っちゃった、ちょっとダッセー、今の、まあ、もちろん今っぽい色にしてんだろうけど、うん、なんか、うん、ちょっとどぎついな色があって、やっぱそれでいてこう時代設定やっぱ昭和のままだからさ、うん、なんかちぐはぐ感があったな、ちょっと、うん、まあ、今の子が見てたら別に、だから今ドラえもんでも何でもそうだけど、うん、なんかもうドラゴンボールもね、うん、全然違いますよね、うん、だから別物だと思うし、ルパンも、うん、うちの娘がルパン好きで、うん、古いのも新しいのも全部、いろんな手段で見れるから、うんうん、でも新しいルパンがね、もう絵が嫌なの、もう僕が受け入れられない絵になってて、はいはいはい、昔のルパンかっけーみたいなのがあるんだけど、でもね子供心にも絵が違うっていうのはやっぱ比べてみると、うん、今のだけ見てるとそれなんだけど、ゲゲゲの鬼太郎とかもそうなんだけど、うん、今のだけ見てるとこうなんだけど、昔のと見て比べると、うん、やっぱ昔のやつの方が好きって言うかな。なんかさ、俺たちの子供の頃、うん、小学校ぐらいの時、うん、おばきゅう始まったじゃん、うん、あれ別に、あ、おばきじゃない、服部くんか、うん、あのほっぺたぐるぐる巻きぐるぐる巻きの、うん、あれなんかね、伊集院さんとかがやっぱそのちょっと俺らより上じゃん、うん、で伊集院さんとかその昔のアニメとか見てると、あ、漫画か、うん、もう全然違くて、その服部くんの可愛さに結構面食らったみたいなことなんかラジオで言ってて、だからその後香取慎吾が実写版やってますからね、あれあれスタートの人はあれスタートの人はもういるわけだから、もういるわけですよ。そうなるとさ、俺らが見たあの鬼太郎も確かあの滝沢タッキーかなんかやってんじゃなかったっけな、かっこいい、まあ鬼太郎は俺らの時代もかっこよかったけど、うん、原作とか結構怖えもんな、鬼太郎。いや、だから墓場鬼太郎がさ、うん、あのちょっと前に深夜でやってて、うん、でそれなんかあのもののけダンスって電気グループのね、うん、曲が主題歌で超かっこいいんだけど、それの感じとかがやっぱ鬼太郎としては、うん、一押しかっけーみたいな感じで、まあ何代も続くアニメとかってやっぱちょっと自分がらの見たとこが一番いいってなっちゃうもんな、うん、それはめちゃイケとか見てた？めちゃイケはもうほんと中学生の頃、地元にいた頃ぐらいで、うん、東京に来て音楽始めた時からもう96年ぐらいからは何も見てないね、うんうん、まあなんかでもあのフジテレビがめちゃめちゃさ、うん、面白くなければテレビじゃない系のさ、うん、フジテレビすげえ面白い時代の番組だよね、うんうんうん、俺もそうだね、テレビをよく見てた頃のはなんとなく土曜日につけて見てるみたいなのあったけど、うん、俺極楽の加藤さんが、うん、あの酔っ払ってあれ来るコントは好きでしたけどね、あ、うん、まあ、ぶっちゃけその辺もね、ほんと東京に来てから1995年からぶっちゃけテレビの記憶がほとんどなくて見てないから、うんうん、なんでテレビをテーマにしたの君。え、そんなの俺だって今戸惑ってんだよ、こんなに来ちゃってさただやばい、そのなんていうの、95年からってことはさ、あんたさ26年ぐらいテレビ見てない人でしょ。そうだから、まあちょっとね勉強というか知らないから教えてもらおうって気持ちもちょっとあったわけ。軽く言ったらすごい、うん、ドカドカ来ちゃって、うん、もう参っちゃった、ただ思ったより来ちゃったっていうのがあって、うん、だってまあそうだな、僕もテレビはほんと最近見なくなっちゃったけど、見なくなった理由って、うんうん、自分の中でやっぱさ、ネットフリックスとかね、うん、Hulu とか、まあ違う Amazon メディアもあるっていうのあるよね。世界中のドラマとか見れるわけでしょ、うん、ゲームオブスローンズなんても超面白かったからね、うん、で、そういうの見てる、で時間は限られてるから、うん、で前昔のテレビって月9とかさ、うん、やっぱその時間にテレビの前にいてさ、まあ録画とかもあったけどさ、うんうん、なんとなくその
1話ごと見るみたいなさ、うんうん、でも今なんかさ10話とかまとめてドーンとか上がるじゃん。そういう見方もあるよね。そうだから変わっちゃうっていうのもあるしね。ジャンプコミックスをまとめて買う派みたいな、単行本になっちゃう、単行本派的な、うん、変わっちゃったっていうのもあると思うんだけど、あ関係ないけど板橋さん月9にも出たらしいよ。マジで、うん、すげえよね。来てる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 。テレビって言うとさ俺、うん、ダースレーダーんちで、うん、ダースレーダーがね、まあ、結婚したぐらいの頃から、うん、10年ぐらい前、うん、にレーダーんちに俺来て、で奥さんと、うん、レーダーの奥さんとレーダーと、うん、俺でね子供らもいたかな、いたな。でなんか茶の間で、うん、ご飯食べてたんだよ俺、うんうん、その時にその茶の間で夕方だったから、うん、いわゆる、報道番組、夕方のなんていうの、うん、ワイドショー、報道ワイド番組が流れてて、それを見ながらみんなでねなんか奥さんのご飯食べてたんだよ、うん、でパッとテレビ見てある商店街が映ってて、うん、あれこれ待ってよよく見たら俺が今住んでる街じゃん俺の住んでたまあ、ある町ね、うん、あれの沖縄のあれ、そうそうそう、そうだよね、うん、でそのあこのおっちゃん知ってるよ、商店街の八百屋のおっちゃん、俺いつも挨拶する人だ、うん、みたいな感じで、うん、レーダーこれ俺んちだよ、俺んち、俺んちっていうか俺の町だからもうほぼ俺んちになっちゃうわけ、うん、俺んちだよこの町、うん、みたいなさ、もうなんかよくわかんなくてテンション上がっちゃってさ、うん、で見てたらさやっぱ商店街特集かなと思って見てたら、うん、だんだんね演出がね悲しげな不穏な空気の音楽とか流れてくんの、うん、でパッと見たら画面の端っこ見たらもう俺も凍りついた、あの時廃れゆく商店街特集出ててシャッター商店街、うん、ここもこの街もこの街もみたいな感じの一個に取り上げられてて、うん、やっぱさこれその街の商店街の人たちにインタビューもあるんだけど、どういう感じでインタビューをされたのか分かんないけど、うんね、もうそのおじいちゃんたちも素人だからさ、いやもうダメだ商売できねえよとかなんかもう調子に乗っちゃって言ってんの、うん、もうなんかテレビカメラがあるからね、うん、ちょっとね、うん、踊らされてんだろうね多分、うん、必要以上になんか、うん、もう商売やめようかと思ってますみたいなコメントとかしてさ、うん、おい何お前加担してんだよ自分たちの、うん、足を自分で自分の首を絞めてるぞ、絞めてるみたいな、あれはショックだったな、うん、だからもうなんかすげえ俺がの街だっつってレーダーに、うん、自慢したんだけど一気に奈落の底に突き落とされたからな、あれ。いやでもさ、まあ、どこだか特定されないように言うけど、うん、その廃れゆく商店街を盛り上げようという企画がね、そうそうそう沖縄商店街にしようみたいなね、うんうんうん、もうそれ言っちゃったらダメだよでさ僕その時さ、うん、その立ち上がった瞬間に、うん、出来たての時におしょんちに遊びに行って、そうそう、そしたら結構ね店がね、うん、いっぱいできて、だからあの企画自体は本当にシャッター商店街だったところが一回復活はしたんだよ、うん、一回復活したでしょ、うん、でそのもう1年かな1年後ぐらいには、うん、またシャッターが、まあ、ちょっとシャッターブームが来た、シャッターブームが、うん、シャッター下ろしてみようかなみたいな、まあ、あれから10年ね、うん、復活してますよ現状今商店街として。なるほどなるほど、うん、まあじゃあカンフル剤打った会話あったの、うんうん、全然全然続いてるんでね、うんうん、まあ良かったんじゃないですかね、じゃあ、うんうん、まあそんなテレビの思い出が、うん、もう今んとこテレビこれ出尽くしましたかね、結構紹介しましたよ、うんうん、ありがとうございますね、まあ、みんなね、ちょっとね普通おったとかも言っときますか、あなんかねさっきね読み損ねたカオリンゴさん、うん、はい、先日室戸マグロロックマグロックフェスというフェスに小町さんが参加されていたので、うん、ライブを今日2回目じゃん小町さん、ライブを聞きに行きました、うん、1曲目で DJ の音が少なくなるもそこは小町さんが即興でフリースタイルでつないで会場をアゲアゲになっていました、いい、ね、もちろんライブは最高、うん、私はヘッズとなって頭を振りまくってました、うん、でライブ終わりに小町さんと写真を撮ってもらいました、小町さんのふくよかふんわりボディに包まれて胸キュンですっていう、うん、それはそうとヒップホップ好きの主催者に来年はぜひダースレーダー &DJ 大塩さんを呼んでくださいと2回言いました、おおナイスナイス主催者は分かりましたと言ってくれました、うん、小町さんもマグロックフェスを気に入って来年も来るみたいです、帰ってきてからもう一度主催者にメールで、うん、ダースレーダー &DJ 大塩とお願いしておきました、叶うといいなって、すごいなんか失礼なことになってない、大丈夫、3回目まで行っちゃうとねこれちょっとやりすぎた可能性がありますよね、うん、まあでもまあちょっとありがたいね、なんかいやいやいや、うん、もうねこの気持ちがありがたいですよね、マグロックフェス、どうマグロについてはどう、大塩マグロについて語れる、マグロってあの食べるマグロのフェスの、マグロのフェスですよ、ね、俺ねあの高校時代に、うん、ターンテーブル買うときに中華屋でバイトしたんだよ、うん、でその後ねお金足りないっつって居酒屋でバイトしてて、うん、そこの居酒屋が
あのマグロ一頭買って、マグフェスっていうのが月に1回あって、解体ショーやの、マグマツ、マグロ、うん、マグロ祭りってのがあってね、うん、そん時ねもうほんと店中が、うん、もうバケツひっくり返してるのにめちゃくちゃ忙しくなるの、うんうんうん、もうね黙ってやめた俺そのバイト黙ってやめんだよ黙ってもうねこんな忙しいバイト無理だってね、お前、うん、黙ってやめんなっつって、黙ってやめた思い出がありますマグロだから、いやお前マグロダメじゃねえか俺の嫌な思い出がね、あのマグロをトラウマを直すためにもマグロックフェスでね、でマグロックフェスって何なのそれ、どういうフェスなんだろう、どういうフェスかは書いてないですけど、あのマグロ、まあ、マグロとか切ったり解体しようとかもあんのかな、名前だけじゃない、その、ま、あの名前がマグロックフェスなだけで、いやマグロなかったらマグロックフェスってつけねえだろう、でもね、それこそ杉崎さんの映画とかにも出てる漁港っていう、ね、漁港さんね、漁港さん、うんうん、マグロ解体ショーね、うんうん、やりますけど、マグロって子供でもさ、うん、好きな魚じゃん、そうだね、うん、そんな癖もないっていうか、うん、魚刺身系の中で、ね、だからやっぱ僕子供の頃ね、うん、いとこがね、うん、とご飯食べてた時に、そのいとこが6歳ぐらいの時にね、うん、もうとにかくマグロしか食わない、マグロ、マグロ、マグロって言って、うん、ちょっと贅沢だな、なんか、うん、でもマグロは子供でもパクパク食べれるんだけど、うん、白身魚とかは子供には分かんねえみたいな、やっぱサンマを進んで食う子供ってあんま聞かないよね、サンマが好きっていうのはね、うんうん、だからマグロは割とそういった意味でやっぱポップな、刺身とかちっちゃな子供のなんか赤ちゃんから第2段階にぐらいになった子供も食べるでしょ、うん、ちっちゃい子も、うん、うんうん、そうね、マグロックフェスね、あと普通おったそんなないかな、カレーとかをみんなね、うん、コーナーで紹介し合ってくれたりしてすごい、うん、いいですけど、ね、スクリュー高井さん、うん、ツイッターネーム、うん、スクリュー高井さんがね、俺がね何週間前にね、うん、最近流行ってることこうバズるって言うじゃん、あれを俺が間違えてさ、うん、ズバってるって言っちゃったじゃん、うんうん、あれをねずっとねいじってね、うん、今週もズバってるって書いてあったね、うん、まあまあまあいいんじゃない、ズバっててズバってます、うん、あーでこれ佐藤正彦さんツイッターネーム、うん、珍しいの本名でやってる、うん、これねダースレーダーがダブルアップ、うん、間違えて2箇所にアップしたのをね、うん、今回アップする YouTube チャンネル変えたんですね、アナウンス内から知らない人もいるかも、うん、でこのツイッターで僕も知ってね、うんうん、ありがとうございます、いやいやご指摘 ね、本当にね、うん、余計なことしやがって、ざけんなお前、助けてくれてんだお前、まあこんな感じでしょうかね、うんうんうん、はい、ちょっと来週テーマどうするんですか、来週のテーマは、うん、じゃあ今週何の話だっけ、山ちゃんの話、結婚の話とかもしたから、うん、洋服の話でもしてみますかえ、どういうこと、俺が和服と結婚したってこと、和服と結婚したんでね、うん、じゃあ和尚が、じゃあ和服以外の服を和尚くんがね、うん、これから着る可能性が出てきたから、うんうん、和尚に着てほしい、じゃあ今ね、うん、流行ってるおすすめの服、そうそう、おすすめの服、こんな広いテーマでいいのおすすめの服、おすすめの和尚がね、うん、今ならお尚はね新しい結婚相手を探してますから、おすすめの服とか、うん、まあ、うん、かっこいい服、かっこいい服、うん、こういうのをね、こういうのいいですよ、うん、ね、みんなのファッションセンス、服服、うん、なんかおじさんの番組っぽいね、うん、朝やってそうな感じで、ね、テーマ服ってなんだよ、テーマ服でお願いしますって、うん、まあ、朝やってそうな番組ですけど、洋服は服なんでもいいんでね、うん、ただスニーカーの話とかでもいいですから、服全般、うんうん、服、これは服だって自分が思ってるもんであればね、うん、あと好きな B-boy ファッションの遍歴とかもいろいろあるからさ、うん、今の感じとか、ね、そう、うん、ね、自分のファッション遍歴とかもね、うん、教えてほしいですね、こんな格好してた、幅広くね、うん、やっちまったっていうのもありますからね、あとこの服はデートに着てっちゃダメだろうとか、うん、そういうのでもいいですよ、うんうん、はいはい、じゃあ、まあ、とりあえず服で待ってますよ、はい、うん、ということでね、じゃあ告知なんですけど、はいはい、来週のね、うん、火曜日6月の11日にね、うん、脳梗塞出版記念パーティー渋谷ロフト9でね、ゲスト石丸源翔で問題の、ね、うん、行います、これ、ね、おじさん2人のトークライブになるか、2人トークになってしまうのか、うん、少しでも聞きに来てくれる、これ何、チケットはおいくらですか、チケットがね、急にそういうの振られても俺分かんねえ、これ大事ですけど結構、うん、じゃあざっくりでいいよ何千円以内とか、懐に優しい金額ですここそれでですね、土曜日ね、土日が、うん、ベーソンズの静岡ツアーでね、土曜日8がね沼津で9が富士なんですけども、ベーソンズで2カ所回ります。で、来週、まあそんなこと、11日がとりあえず、脳梗塞ノートークで、うん、であと7月の4日にね、これね、この番組で今言いましたけど、告知自体はこの後出てくると思うんで、うん、はいはい、
じゃあ今のところ7月4日の初出し情報だったね。そうですそうです、初出しですこれ、うん、あ、ね、前売りが1800円で当日が2300円だ、うん、6月の11日は11、前売りで買った方が安いですよ、うん、500円安い、うんうん、これはねもう500円今ねえらいことですか、まあ、500円の違いは、500円安いと、あとダースレーダーの安心が買えると思ってる、安心はだいぶ買える、うんうん、今ね安い上にダースレーダーが喜ぶ、まあ、僕は正直元祥さんと二人で喋るかぐらいの記憶、覚悟ですけど、店の方がそうはいかないんでね、いやもちろん、うん、そうはいかねえぞって感じになってると思います、うん、そんな感じですか、はいはい、僕の方がねこれ多分アップされてねその日の夜でからなんですけど、6月7日金曜日23時オープンで渋谷のアンダーディアラウンジっていうねクラブ、僕らよく行きますけどね、そこで日本シリーズっていうね、まあ日本語のメイドインジャパンの、まあヒップホップ、ロック、アイドルソング、まあいろんなオールジャンルでとにかく現行の超踊れる日本のミュージックのみだけで DJ やろうっていうイベントがあってね、これ僕出演がね2時20分ぐらいなんで、これ YouTube ね今金曜日聞いてるあなた、そのまま渋谷に行けばね渋谷アンダーディアラウンジまだ僕がいますから、はい、で翌日6月ごめんなさい翌日じゃない6月9日の日曜日、ネット番組アベマ TV で夜9時からウィークエンドボム、おこの番組でガキレンジャーのライブ、はいはい、あ流れるんだ、うん、流れますね、はいはい、ぜひやったね、うん、で6月の15日土曜日が渋谷、シフティというところで快適というイベントがあります、うん、こんな感じですかね、うん、近々、おーいお待ちしてます、じゃあ来週のテーマは服っていうことでね、服、はい、お待ちしております、で実はねクラブへいらっしゃいと、心霊フリースタイルバトル、真田陣を見た、真田陣を見たってコーナーもありますからね、うん、俺はラジオが好きだ、うん、ねそういったコーナー、あと安室奈美恵さんアムロちゃんのコーナーは何でしたっけ、なんだっけあれ、アムロ、俺もアムロテーマ曲をもう一回聞きたいってだけなんだけど、アムロちゃん目撃所、僕なんだっけ、アムロちゃんにたどり着く、引退したアムロちゃんが今何をしてるかっていうね、うん、そういったコーナーがありますからね、そちらへのご応募もお待ちしてますということで、最近ねいろいろねメールはいっぱい来てんですよ、ただコーナー投稿がちょっと減ってますんで、うん、飛ばすぶっ飛ばす、ぶっ飛ばすはねあなたの周りに起こった身近な案件を、本当にこれぶっ飛ばすべきかそうでないべきかをダースレーダーと僕で判断するコーナーだから、なんか怒り案件があったら送ってください、ぶっ飛ばすのコーナーまで、お待ちしてまーす、ということでね感じですかね、固めのダースのおじきことダースレーダーと、はい、ガキレンジャー DJ 和尚でした、二人揃って、はぁ、はい、ヤバちゃんおめでとう。